そこか。
また会いましたね、囚人。公正のためとはいえ、自らこんな場所までやってくるとは。まあここは戦闘経験を積むにはうってつけの試練の場だからな。良い心がけだ。自分の境遇が分かっているようだな。それにしてもこのメメントスの存在をどこで知り得たのか。この者、もしかすると我らが思うよりも特別なのかもしれません。ふん、大方当てずっぽうでナビを使ったのだろう。大体誰がこの場所を教えられる。メメントスがルーツでありながら我らの知らない存在などいるはずがない。それはそうですが、まあ確かにこの囚人、外見のしょぼくれ具合に比べればいくらか中身がありそうだがな。もしももしも我々が知り得ていない秘密があるというなら見極めなければ。そうか、未知の力を隠し持っていないか、場外でプライベートな特別検査というわけか。ここならば現実の街と違って誰にはばかることもありません。お前からそんな大胆な提案が出るとはな、ジュスティーヌ。喜べよ囚人、腕が鳴るな。この特別検査は言った通りプライベート、我らが特段で行うもの、故に強制はしません。同意を得てから始めることとします。何しろ最上級の難度だからな。あなたには公正のための課題がいろいろとあるはず。シャドウとの戦いで経験を積むこと、ペルソナの強化、契約した者との関係強化、それらの総合力を測ってやろうというわけだ。ズバリわっ、これ以上に貴様の力をよく知る方法もあるまい。ああ、2対1で戦わせるつもりはありません。仲間一同の参加も許可しましょう。他者と結んだ契約もまたあなた自身の力だとみなせます。ただしあくまであなたの検査ですから、他の仲間にこの試練の記憶は残りませんが。感じなくとも息の根を止めたりはせぬわ。我らの使命はあなたの更生、命を奪うことはこれに反します。敗れても直ちにこの場で意識を取り戻すでしょう。というわけで貴様が意識を失った時点で戦いは終了だ。ああ、我らが倒されて終わるなんてことは100億に一つもないから忘れていいぞ。もしもそんなことが起きたなら、そうですね、我らの恥ずかしい秘密についてお話ししましょうか。なんだそれは。あれのことか、それともあれ。いや待て、必要ないだろそんなこと。もしも、もしもこの囚人がそれほどまでの可能性を秘めていたならば、我らもまた見つけられるかもしれません。それはお前がいつも持っている細工物のしおり。奇妙でしょ、愛読の本など持ち合わせない我々がなぜこんな精緻な細工物のしおりを。しかも私はなぜかこれを大切なものだと感じている。ジュスティーヌ、まさかお前が見極めたいと言ったのは。失礼、無駄話が過ぎました。始めましょうカロリーヌ。おそ、特別検査がいかなるものかは理解したな。我らが貴様を特別と認めた証でもある。栄誉なことだぞ、泣いて喜べ。では始めるぞ。いい心意気だ。邪魔が入らぬようにこの周囲の空間を一部切り取って
そこを検査の場とします。案ずるな、中は貴様の見慣れた景色だ。さあ期待に応えてみせなさい。完全に力を振るいなさい。さて始めるか、囚人。手加減は無用です。まあそんなことを考える余地はないとすぐにわかるでしょうが。では歯を食いしばれ。ん？子供？誰？てかやっべ、チューニー服めっちゃ似合ってる。めっちゃ可愛いんだけど、持って帰りって。え？嘘。嘘。この戦力値。気をつけて。この二人とんでもない怪物だよ。ご覧あそばせ。
れで。ペルソナー、これでどう。ペルソナー、どう。ペルソナー、どう。気分はいかがです。そろそろ降参を口にしたいですか。ま、言ったところで返さないがな。元より全力を見極める検査、倒れるまでは付き合っていただきます。ノアールが攻撃をかわした。ノアール延長中。ペルソナ、このままじゃ体力が持たないぞ。ペルソナ、はい、このままだと体力が。
わからない。こりゃいろいろ試すしかないな。ごめん、モナカ前に出る。このままだと体力が減っちゃう。これでどう？どうだジュスティーヌ、ようやく調子が出てきたか。ええ、体が温まってきました。単なる検査だけでなく少しは楽しめそうです。ジュスティーヌが珍しく乗り気だぞ。我らの期待を裏切るなよ囚人。どうだ、私ならノアル。
体力少ない。ペルソナ。少し驚きました。どうか、さすが少しほっおっと、ほうな、さすがそんな、ふっ、ペルソナ、ペルソナ、我が決意の証を見よう。ライブキャラ、行きます。
と体力が減る。力じゃない。どうやら手加減が無用なのは我らの期待以上だ囚人。ここか。これなら見えるかもしれない。秘められた本当だ。力が湧いてくる。